本当に可愛いです。秘訣は何ですか？おー、可愛い秘訣ですか？やっぱりね、たくさんの人に可愛いって言ってもらうことが可愛さの秘訣な気がする。団長、勝ち癖のあるカブトムシ理論がすごい好きで、本当だったらクワガタとかさ、ヘラクレスオオカブトとかには絶対に勝てないようなちっちゃいカブトムシとかでも、お前は強いんだっていうのを思い込ませる、お前は強い、誰にでも勝てるぞって思わせると本当に勝てちゃうっていう。団長はそれをね、常に思ってるね。だから団長も団員さんがね、可愛いって言ってくれたら、団長本当に可愛いのかねってそうって思うので、団長もやっぱいっぱいみんなにね、可愛いとかさ、団長偉いとか言ってくれたら本当に偉くなっちゃうからなんかこれからもよろしくね。でね、なんかたまにその、いやでもそれは団長のためにはならない、ちゃんと叱ってあげないと、これは良くないよみたいな、それも愛だと思うんだけど、本当にね、何かをやらかしたらマネージャーさんなりホロメンがね、あの、怒ってくれるんだよ。そう、なんか何かやらかした時とかはホロメンとかマネージャーさんが、それって良くないんじゃないのって、そうそう怒りますから。そう、みんなはあまり気にせずね、もちろん団長リアルタイムで何かやらかしてたら、あ、え、それ団長やばいよって言ってくれればいいけど、そんな感じでね、いいのかなと思います。よいしょ。ダイエットしてるのにせんべい食べれて偉い、それは団長でもわかるよ。 それって絶対煽りって言うんだよ。それ煽りって言うんだよそれさ、遠回しに煽ってるって言うんだよね。団長でもわかります。そう、褒められてない気がする。褒めてほしいな、褒めてほしいな、褒めてくれたら2割増しで頑張る、見ててほしいな、見ててほしいな、褒めちぎられて伸びるタイプです。ヌエル団長のことを褒めます。いい声、笑顔が可愛い、低顔が可愛い、口みたいな栗が可愛い、歌が朗読だろうが聞けいいぞ、ここまではデフォ、罵りを望まれて、え、慣れない罵りを頑張ってするけどうまくできないの可愛い、フレアちゃんのことになった時にパーでなる笑顔が可愛い、たまに出る私の読みも可愛い、カタカナや言いづらいワードを何回もカミカミで言えないところが可愛い、たまに出る方言可愛い、匂わせがバレてんのにうまく隠してくれにどや、いやそれ、いやそんなこと、いや隠せてるでしょ、匂わせがバレてるのにうまく隠した風にドヤ顔するのが好き、食べ物の話題でテンション上がるのが可愛い、もっと誇ってください、全部可愛いですから。え、匂わせ、あれいや匂わせは成功、え、成功、え、